というわけで今日はですねカスタネの春の新作の展示会にやってまいりました。イエーイ。今日は春の新作を交えたファッションチェックをやっていきたいと思います。では早速行ってきます。はい、では早速お一人目来ていただきました。カスタネ東京ソラマチ店の小泉と申します。よろしくお願いいたします。今日はファッションチェックということで、はいはい、ちょっと新作も、ね、交えてご紹介いただきたいんですが、はい、今日のポイントは何ですか？あ、でも春らしくもカスタネの中でもちょっと大人寄りなスタイリングが得意なので、春らしいカラープラスちょっとでもブラックで、色を引き締めるような、はい、大人カジュアルなスタイリングっていうのをテーマに、はい、スタイリングしております。ジャケットめちゃめちゃ可愛いですね。可愛いですよね。結構ジャケットって皆さん持ってる方も多いと思うんですけど、一番の特徴がこのちょっとベースのデザインで少しシアで透け感のある春らしくも黒でシックなんですけど、結構ちょっと春らしい雰囲気で着ていただけるので、1枚ですごいおしゃれ見えする、はい、アイテムかなと思います。なんかこのインナーの、はい、とこの春っぽいカラーと、はい、このブラックのカキッとした感じの組み合わせが可愛い。ありがとうございます。黒を好きそうなので。あ、そうなんですね、はい、黒好きなんで。ありがとうございます。レースでもね、はい、大人っぽく着て。あ、そうですね、さすがありがとうございます。ありがとうございます。パンツもね、はい、パンツがエムジックというユニセックスで着ていただけるアイテムになっておりまして、私が目に留まった軽めのブルーのカラーを選びまして、ちょっと黒に合わせてもそんなにこうパキッとしすぎない、はい、ナチュラルな色の取り入れ方ができそうなパンツなので、初めてカラーを着る方でもちょっと着やすい色味と、あとちょっとカジュアルな、はい、アイテムかなと思います。可愛いです。そしてですね、私あの YouTube で、はい、シカラのちょっと動画を見させていただいて、はい、ありがとうございます。誰の、はい、あ、いいですか、ちょっと披露させていただきます。すいません。どうぞ。ゴーズ・ザ・トップ、木本翔也です。あ、ごめん、間違えた。ゴーズ・ザ・トップ、JO1 です。本当にすいません。いえいえ、ありがとうございます。はい、JO1 の木本翔也という方がいるんですけど、推しカラーが、はい、ちなみに。推しカラーが、ライトパープルです。はい、それがですね、はい、皆さん、ご注目ください。ここ。しっかり推しカラーも取り入れてて。はい、そうですね。春に向けて、その彼はそのパープルではなく、ライトパープルっていう、ライトがついているパープルなんですよ。なんでちょっと春らしく、あの春のスタイリングにも合うかなと思い、すごい目の付けどころがすごい、ありがとうございます。じゃあもう、一度ってお話ししてみたくて、すっごい。いやいや、ありがとうございます。今日はお会いしてありがとうございました。小泉さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。これちょっと鏡とかで合わせて。はい、では2人目は沢本さんに来ていただきました。カスタネ EC の沢本です。よろしくお願いします。お願いします。可愛いですね、本当に。今日は春の新作を着てらっしゃるということで、ファッションチェックをさせていただきたいんですが、ファッションチェック。今日のポイントは？ポイントは、もう見ての通り、オールホワイトで、はい、ちょっとまとめておりまして、カスタネが今年は結構パンツスタイルを主に展開を増やしてるんですけど、でその中でも、このナイロンパンツが結構ポイントになる感じです。で、これがサイドがちょっとリボンになっていて、あの肌見せがちょっとこうできるようなあのポイントの、はい、パンツになっているので、私あんまり結構カジュアルな服っていうよりも女性らしい服が、はい、結構多いんですけど、なんかそういう方でも着やすいパンツなので、はい、こちらはおすすめです。めちゃめちゃ似合ってます。ありがとうございます。シルエットがすごいね、さっき言ってたようにサイドにリボンがあるから、はい、トップスもね、すごい私目いったんですけど、はい、でも可愛いですね。はい、これもなんかちょっとこうシャーリングが全体的にあってポイントになるので、なんかこういうシンプルなパンツとかでも、はい、すごい着替えする一枚なので、個人的にはテンションすごい上がるなって感じですね。めちゃめちゃ可愛い。で、靴までね、白ですね。あ、そうなんです。今日はちょっとスニーカーで厚底で合わせたんですけど、これは私物の、はい、スニーカーを合わせております。オールホワイト、オールホワイト、もうサーモン君的にはもうオールホワイトや、オールホワイトが、はい、欲しいでございます。今回の春の新作で、はい、推し一番の推しのアイテムとかありますか？一番の推しは、でもこれですか？いやいや、これですね、はい、これ何色展開ですか？ブルーと、ブラックの展開があって、
まだブラックが出てないんですけど、そうなんです、はい、後ほど出る予定なので、はい、そちらもお楽しみに。はい、ありがとうございました。お忙しい中、はい、ありがとうございます。ゆる続いての方に来ていただきました。カスタネの商品企画の長島です。お願いします。今日は SS の展示会ということで、はい、今日の絶対的なポイントはありますか？中に来てるのはパッチワークのレースのパッチワークの繋がっててオールインワンを着てるんですけど、切り替えのパッチワーク感がある、うん、オールインワンを繋がってるやつにちょっとオーダー会限定 の、うん、会場でしか買えない限定アイテムでリメイクの今年デニムのアイテムをいろいろ作ったので、それをちょっと今から使って巻いてみました。レースにデニムで、はい、めちゃめちゃ春なんですよね。満載のはいコーデでめちゃくちゃ可愛いんです、はい、ありがとうございます。なんか春の立ち上がりとかは、うん、自分もいつもジャンプスーツとかつながってるのを着たくなるので、春感あふれる一枚で可愛いものを、はい、用意しました。このデニムの、はい、ウエストマークでなんかトップスと、ね、そうですよね、いう風に見えて、はい、めちゃめちゃその着方も可愛いです。はい、一点物なんですけど、そうです、はい、ビステンにしたりとかラフスカートにできるんですけど、はい、ちょっと今日おすすめしたく、うんうんうん、合わせてみました。企画をされてるっていうことなので、はい、せっかくなので SS の、はい、なんていうかテーマっていうのは、はい、なんかあります。あります。ぜひ。はい。今回の2023スペースのテーマは Go Out To Me というあなたに会いに飛び出そうというテーマにしました。ちょっと去年とかよりもより動いていこうっていう、積極的な気持ちとか、はい、明るく前向きな気持ちを込めてそのテーマにしました。なんかポスターとか僕のその写真見てても、はい、青全体的に空とか基調にした感じがすごい印象を受けて、はい、今回は、まあ、春物がメインっていうのもあるんですけど、なんか去年の映画が結構こうカラーミックスでのニットとかをたくさんやってきて、なんか春はそのまた一からこう始めて動いていこうっていう意味で、なんか真っ白というかオフホワイトをメインにしてて、それに青とか差し色が可愛いなと思ったので、今回も結構白ベースに青とかカラーの写真が多いかなと思います。ありがとうございます。お忙しい中、いえいえ、ありがとうございます。長島さんでした、はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで2人に次は来ていただきました。横浜店の関町です。立川店の加藤です。お願いします。お願いします、うん、では早速お一人、はい、今日のポイントは、ポイントは、はい、一個一個は結構リボンついてたりとかして思うなんですけど、はい、ブルー系の色でまとめてるので、うん、結構私でもいけたなという感じの、いや、ブルー好きなのかなってぐらいネイルもブルーだったりするんです。そうなんですよ。ちょうどなんかアクセとかもシルバーとかだったので、はいはい、いい感じでまとまりました。めちゃめちゃ可愛いです。可愛い。このカーディガン本当にめちゃめちゃ可愛いですね。なんかポフとかは結構苦手な方なんですけど、そうなんですか。ここで結構調節できるので、はいはいはい、肩幅気になるさにいけそうです。なるほど、はい、内側が柔らかい素材だからね。あ、そうですね、可愛いですね。で、このパンツサーモンちゃんも着てた履いてたんですよ、白色が入るとまた全然違います。雰囲気変わりますよね。めちゃめちゃ変わりますね。カジュアル寄りに見える色とかだったら、でも淡いので結構挑戦しやすい。確かにそうですね、はい、ワントーンって言ったらなんか難しく感じるけど、こういうトーンの違うもので同じ色だけどっていうので合わせるとすごいまとまって見えます。分かってらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では次、はい、めっちゃ可愛いですこれ。今日のポイントは何でしょう。オレンジ、オレンジ、オレンジみたいな。ちょっとデニムに合わせたいなって思って、ブルーでオレンジを入れてみました。かわいいです、はい、このカーデがやっぱりメインルックになってるのかな、メインビジュアルにもなってて、そうなんです、すっごいかわいいと思って。なんかこう紐が全部締めてもかわいいんですけど、個人なんか一人一人こうアレンジができたり、デコルテ出したい方とかにはすっきり見せられるかなって。
ていうので、結構キュッと縛られる方もいらっしゃるんですけど、私くるなとシャツを着てるのがポイントです。これめっちゃいいですよ。そうです、もう使いやすいので、そうなんかもう結構何色買いとか、あ、そうです、2色買いの青と、はい、ユーザーの、はい、あ、そこにいっぱい並んでるやつですね、はい、で、限定の、うん、それを手されているものを、今期のその、先ほど聞いたテーマに沿ったデニムとね、そのカラーにこう、ワンポイントでポンと入れる、はい、スタイリングがめっちゃ可愛いです。個人的にメガネがすごい可愛いなと思って、あ、これもあの、全シーズンのカスタネのアイテムで、はい、ちょっと UV カットされてるのが印象的になるかなと、今日もいろんなお客様と話しするので印象的に思ってもらえたらいいなと思って、私はもうどこにも本当ですか、ありがとうございます。メガネの人って思ってもらえたらメガネでおんま言って思ってもらえたら、確かにぜひインスタもね、概要欄にも貼りますし、画面上にもこの辺が出てる、あ、お願いします、お願いします。では嘘がしなく、ありがとうございました。ありがとうございます。では次の一人で、はい、では続いての方に来ていただきました。ビーカスタネララポート横浜店のコウタです。失礼します。お願いします。ビーカスタネ、ビーカスタネです。カスタネと違いとかって、はい、ビーカスタネはベーシックボーダーレスっていう頭文字の B、 なるほど、でビムジックとか、あの店舗限定のアイテムとかの取り扱いとかも結構ある、ちょっとセレクトショップに近いような店になります。なんか確かに今日の服装を見ると、はい、私のイメージのカスタネとよりちょっとカジュアルな感じのイメージだったので、はい、早速聞いていきたいんですけど、はい、今日の全体的なポイントはありますか？はい、今日のポイントはやっぱずっとトレンドのスポーティーなアイテムにこの春夏トレンドのレースアイテムをちょっと着てます。着てます。なんでポイントはやっぱこのトレンドのレースシャツですかね。かわいいですね、はい、あんなに透け感が、はい、なんて言うんだろう、程よい透け感、はい、全部ビムジックのアイテムなんで。あ、そうなんですね。そうなんです。男性の方も、えぇ、ー、どうなのかなっていうことが可愛いです。インナーのオーダーは、はい、インナーのオーダーはこのタンクトップの、はい、アイテムになるんですけど、結構長めなので。そうなんです、そうなんです。インナーでもいいし、ちょっと T シャツとかの上に重ねてっていうのも可愛い。なんかカラーがね、可愛いですね、はい、そうなんです。紫にグリーンの、うんうんうん、割とレディースにはない配色なので、はい、めちゃめちゃいいです。ビムジックは本当に色にかなりこだわってるので、確かにこだわりがしっかりと出てる感じです。出てます、しっかり、はい、こちらパンツ、はい、すごい私可愛いと思って、これはダット層パンツ、うんうん、でスウェット素材で、裏毛のスウェットなので、もうかなり本当に楽ちんすぎるパンツです。太めなんですけど、うんうん、あの足長く見えたなって自分で思いました。めちゃめちゃすごい。シルエットがすごい結構すっ、はい、ちなみに身長おいくつですか？私身長153センチです。で、小柄さんの、はい、ユニセックスのアイテムを、ね、はい、着こなすポイントとかなんかあったりしますか？はい、やっぱりちょっとスッキリポイントを絶対どこかに着るっていうのを意識してて、今日はゆるゆるなので、デコルテなすっていうって思いましたよ。めちゃめちゃ可愛い、そのバランスが。ここは絶対どこでも意識をしております。大事です。はい。ということです。ありがとうございました。バイバイ。